よいしょ。あーなん、おっと今ちょうどゾンビがさ、ジルがさ左フックしたみたいになっちゃう。あーなん、おっとあーなん、おっとどうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日もバイオハザード RE3 続きからやっていきたいと思います。やっとつながったね。なんとか生きてる。やつは巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。やっと地下鉄に戻れば脱出できる感じかな。階段登っていきましょう。いや前回ね、カエル、ハグキガエルがね、おっ、そう、ちょっと待って、頭は静かみするのいい加減やめません。それ私の頭、乱暴者ね。ちょっと待って、やばくない？ネメシスから逃げろ。やばいやばいやばい、ここか、ここっぽい。しめて、私スターズだよ。おっとっとっと、はい、やっぱ来るか。武装する知能があるの。そうなんだよね、ネメシスって武装すんだよな。ちょっと頭もいい。この頭は俺の頭だって分かっててあいつ掴んだな。だって何回も掴んでくるじゃん。降ります。あの梯子か。もう大丈夫。いやだ、嘘でしょ。頭は静かみやめて。あと何回掴まれんだよ俺。よーし、アイテム結構手に入ったんで預けつつちょっと整理していこう。弾もねかなりなくなったんで、まあ、まずはショットガンの弾だよね。4発リロードして20発で。で、あとは策略。策略 A を2つ組み合わせようか。その前にちょっとセーブしておきましょう。はい、OK です。まあなんか、ちょっとね、弾使いそうなんでね。ハンドガンの弾作りつつ、策略 A が3つあるから、2つ組み合わせてもいいかな。そうすると炸裂弾作れるんでね。手榴弾、キーピックいらねえかな。この状況で開けさせるかな。よし、炸裂弾 OK。 これで3発リロード。そしてショットガン4発リロード。アイテム枠が開く。ハンドガン弾作って。リロード。こんなもんかな。よし、行きますか。おそらくネメシスが追いかけてくるんだな。シャッター壊れてない？意外と、意外と頑丈？諦めた？あのシャッターでね、諦めてくれたらいいよね。今日店やってねえなーっつって。うわー、いるー。お邪魔しまーす。どいてください。上か。あ、来てんな。おーい、私スターズでーす。何か一発ヘッドショット入れとくか。おう、あ、ボンベも当たり判定あるな。あー、ゾンビが燃やされていく。やばいね。とりあえず進める方に。これはホールド。よいしょ。折れないで。大丈夫ね。来てる。ああ、来てる。燃やしてる。上行こう。ここか。ちょっと待って。かっこいい。ネメシスかっこいいんだよね。逃げます。上登ります。おっと、先回り。スターズです。私スターズです。こんにちは。まずいまずい。燃えてくる。いや、これ。おっと。おー、来た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 。燃やしてる。すごいな、これ熱いぞ。で、これ上にの、逃げるはいいけどさ、上に逃げるってことは逃げ場がなくなるってことだからね。大丈夫かな。で、こんだけ、うわお！まずいな、これ。
で、こんだけさ、燃やし、おっ、まずい、やばい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 、勘弁してよ、危な、いや、こんだけ燃やしてたら崩れるのも時間の問題じゃない？セーブポイントがある。そしてアイテムボックス、こりゃ戦うな戦うな。ハンドガンありゃいけっか、ハンドガンでいくか、セーブしておきます。はい、 OK です。グレネードランチャー3発、ハンドガン77、ショットガン23。よし、なんだ、解体工事延期のお知らせ。発電機を含むすべての電気工具は屋上にて保管します。あー、じゃああれかな、発電機が上にあんのかな、それをうまく使えということでしょう。あー、なんか戦うねこれね、戦うね戦うわ絶対。来た、かっこいい登場するじゃん相変わらず。相手にとって不足なし。さあ来い、ネメシスを倒す。あるね発電機。でボンベが、あ、やっぱりボンベが当たり判定あるんで撃っていく。ボンベを爆発させりゃいい感じかね。ほらよほらよ、おい、相変わらず学習しねえな今のうち。はいはい、ハンドガンで、えい、来てる、怒ってんね、あぶね、火炎放射器はやばいって。でさ、焼夷弾でやろうかなと思ったんだけど、こんだけ、おっ、やった、こんだけね、炎を使ってるってことは多分効かないだろうから、炸裂弾しました。俺がスターズだ、さあ来いよ。おう、ヘッドショット食らうねこれね。全然止まらない、全然止まらない、ヘッドショットでも止まらん。いやー、あそこにハーブが、これタゲ取り開始じゃない？なんだなんだなんだそれ。ちょっと待って、これ食らうのか。なるほどね、当たり判定があるのね。やばいやばい、グリーンハーブがあるけど、オッブねー、燃えちゃうあれ。なんかちょいちょいアイテムがある。あ、ショットガンの、危ない、おい、よいしょ、カオス、あ、ダメ、食らってる、すごい攻撃、すごい攻撃です。やられたらやり返そう。ほらよ、気持ちいいか、おい、ショットガン食らい、おい、倒れない、倒れない、リロード、危ねえ、ほらよ、やった、ほらよ、私が紛れもね、あ、まずいな、あ、ま、この展開まずい、この展開はまずい、アイテム回収できとらんあー、アイテムがまずいな、ジルが、おい、やばい、それは離さないで、そうそうそう、それでいい、いや、いって、危ねえよ、散々だね、ついてねー、あたしついてねー、散々だなあー、すんごい負傷してる。いや、そりゃあの上から落ちたらデンジャーなるわ、デンジャー、まずい、回復がない。まあ行こう。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、やつを倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。そうだな。それと、ありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。地下鉄駅に戻る。戻れるかな。なんか気のせい、チャーリーくん人形の音がするが、
もうジルボロボロよ、見ての通り。ドクドク言ってるし。次はじゃあ地下鉄駅に戻れば、やっと脱出できるかな。また出てくんのかな。出てきそうだな。こっちは、来たことない？初めてのエリアだよね。ドラム缶があるゾンビが3体、4体。そっちになんかありそうだね。よ、そこをどいてくれないか。あばよ。あ、ここ。あれじゃん。RE2 の時の、レオンとエイダさんが、地下駐車場。俺が苦労してね、手に入れたカードキー、入れたらもうそそくさ、エイダさんが、すぐ行っちゃって。お？あ、いた。止まない雨。あ、ずるいずるいずるい。先、自分だけ先に。行こう行こう。あ、ハーブあるじゃん。アイテムがあるー。強化火薬。いいねー。マグナムの弾が作れるよ。いやー、ここね、エイダさんとレオンが、こう歩きながら会話をして、進んでったところだよね。懐かしいなー。こんな感じだったかな。こんな感じだったな、そういえばな。おー、食事中すいませんね。おー、いいじゃん。そっちにいるじゃん。俺に構わなくて大丈夫よ。ん？鍵がかかってる。そうそうそう。ここ、来たな。あ、なんかあのポスター見たことあるな。アンブレラ。見たな。あるいつで、確か。で、そうそう、ガンショップ剣道があるんだよね。ここにアイテムがあるはず。あったあった。策薬 B、 グリーンハーブ、セミオートバレル、ショットガン。いいね、ショットガン強化できそう。策薬 A 組み合わせてみますか。強化されたな。6発。なるほどね。4発から6発装填できるようになったと。ハンドガンの弾。ガンパウダー。まだアイテムがあるな。いいですね。動けない。おっと、ジルか。剣道、無事でよかった。無事ってわけでもないが。脅かしてすまなかった。何が来るか分からなくて。無理もない。それより、地下鉄で脱出しようとしてるの。来る。地下鉄？そうか。明暗だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。どうしたの？何でもない。ただタイミングが悪くて。ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね。最高のガンスミスだもん。いや、でも無茶はしないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。いやー、これね、この後悲しい結末になるんだよね。もし駅に行くんだったら店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな。さっきのとこが、あ、これね。そう、 RE3 は9月28日から10月1日の時間帯で、で RE2 がその間の2日間、9月29日から30日だから、だからレオンたちが来る前日28日の話かな。まあ気になる方はね、説明欄に RE2 の再生リスト載せておきますので、よければ見てってください。さっきんとこで一旦切ろうと思ったんですけど、もうちょっとやっていきましょう。もうちょっとやっていこう。アイテム預けていきます。グレネードランチャーはしばらくいらないんじゃないかな。で、まあキーピックと回復だね。こう、だいたい20分前後でね、見やすい時間ぐらいで区切ってるんですけど、どうなんかな？もっと長くていいもんかね。まあ、で、剣道がね、外の通用路を通っていけばいいよっ
って教えてくれたんで、ここだね。40分ぐらいの動画とかでも見るのかな。一応見やすいよ、見やすい時間でね、区切ってはいるんですけど。よし、いるね。死んでいる。レッドハブゲット。あっ、あいつか。頭カポってするやつやん。はい、ほらよ。そう簡単に何回も頭食べさせないよ。普通人間の頭ってそんなカポってできないからね、そんな簡単に。またおるやん。構えると閉じるな。閉じてるとね、全然効かねえのよ。おい、お疲れ。ショットガンだと2発。チャーリー君人形が。よし、ショットガンだと約2発ぐらいだね。上に行くところがある。なんかあんのかな。あるね。誰もいない。大きいベッドだな。ラクーンタイムズの投書欄、中でも人気なのはおもちゃ屋トイアンクルだ。だがその店の屋根の上に設置された巨大な立体看板は風の強い日もいつもぐらついている。どうやらネジが劣化して取れかかっているらしい。あれかな、あの人形の首がもしも上から転がり落ちてきたら子供たちを巻き込んだ大惨事になる。私はこれまで3回店舗に直接危険性を指摘しているが、補修工事が施された様子はない。あれかな、ドーナツ屋の向かいにある。キーピック持ってきてよかった。炸裂弾。あれよあれ。ネメシスとお見合いしたところ、ザコゾンビが、こう主役級の二人の間を入ってきた、あそこだよね、きっとね。あの上に、大きななんか、立体看板あった気がするんだけど。取れかかってると。いや、落ちてくんのかな？なんだろうな。え？まだ生きとったんかい！おい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 、ロケットランチャー？おい、冗談でしょ、マジだよ。ちょっと待て。かわす。かわしていく。いいよ。ゾンビがいたな。あ、どうぞ、また構えんのね。殴ってくると思ったわ。よいしょ。おっと今、ちょうど、ゾンビがさ、ジルがさ、左フックしたみたいな。おっとめっちゃ狙ってるじゃん。かわず。なんで何があった今。やばい、食らってる。回復します。やばいよ、あんなもん。おっと、あんなもんぶちかまされたらまずいよ。誰だ、カルロス？カルロス、また奴に追われてる。おい、冗談だろ、殺したんじゃないのか。違った。やばあっ、走ります。痛い、食らってる。あっ、カオス。わーお、ちゃんと地面打ってるあたりが頭いい。やばいな。今度ロケットランチャー持ったネメシスに追いかけられんの？やばい。あ、あった。あれじゃん。あれ。食らってないんだね。食らってない。ちゃんと避けれてるんだわ。あれだ。立体看板。あれのなんかネジが壊れてるみたいな。どんな振りで、一応ファインなんだけど、さすが名女優。一応こうね、迫真の演技で。
考えた。ドラム缶で塞がれてる。だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。カルロスを信じていいんだな。燃えてるね。こっち側しか行けない。そう、ドーナツ屋があるんだよね。ドーナツ屋も燃えている。あれじゃん、なんか落下したら危ないよみたいな。まさかね。だって普通に今転がってきたらただ運が悪い。は？頭良すぎだろ。あやや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 、めっちゃ来るじゃん。まずまず左避けます。こっちには来ない。あーあーあ、ドーナツ屋に、はい、いらっしゃい。ちょっとすごいことなってんじゃ。待て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 、お前は呼んでない。お前は呼んでないお前は呼んでない。お前は、よいしょ、ギリギリのところでかわしていく。ゾンビが爆風で倒れたぞ逃げろ、後ろが来てる。あ、カルロス、カルロス、なんか策があんのか。めっちゃ走るの早いじゃん。おい、待って待って、追われている。お、クレイモア、なんつーの仕掛けてんだよ。やるじゃん。全然効いてねえ。全然効いてない。急いで、やった、ほっといて。うぅ、ナイス。逃げるぞ。いいね。すごい。飛んできてる。ぶち破ってこないのかな。大丈夫だよね。行こう。ナイス連携。カルロス信じてよかったわ。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。おい、めちゃくちゃかっこいいじゃん。めちゃくちゃかっこいいこと言うじゃん。脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。君は勇敢だ。いや、めちゃくちゃかっこいいこと言うじゃん。もう、あなた、俺と一緒じゃん、もう。どうして？新たな任務だな。お？町を救うためなら、何だってやるさ。いいね、勇敢だね。命かけてるよ。いや、新たな任務があるから、カルロスは一緒に地下鉄で逃げれないみたいだね。あ、じゃあ、ここでお別れかな。後で合流する感じ。ビルジー、戻ったぞ。お手柄だな。噂通りだ、よくやってくれた。中へ入れ、すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。これが最終列車じゃないわね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。ふぅー、バードは重要な研究者だ。イケメンジョーク。彼は人が街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。いた。大事なのは自分の命だけだ。すごい冷ややかな目線よし、行こう。なんだよ、ニコライと一緒の列車かよ。一旦ちょっとカルロスとはお別れです。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きているどうした、チームメイトのことが心配か。もっと気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うかやりやがったな、ニコラ、やりやがったな。
しかもすぐ下がっていく。おい、絶対小心者だ。あなた UBCS？ そんな顔で見るな。感染していない。分かった。手当て。おい、やめろ、待て。マジか。いや、物音しなかった。こっそり入ってきたな。弱いやつはいらない。邪魔になる。ちょっと強がってるけど、こうゆっくり入ってきたところが想像できる。あいつは小心者だ。確定した。確定した。小心者だなあいつ。もう助からん。ちょっと待って。しかもこっちだ。まだ生きとるやん。やっぱ。C4？ ニコライ、何のつもり？やつの狙いは俺じゃ。おい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 。ああ。まずい、死亡フラグが。がっつり立ってる。列車から降りろ。このクソ野郎め。ああ。じいちゃんが。痛い。頭打った。9月29日、深夜2時34分、ラクーン警察署正門。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。ちょっとチャチャ入れてくるじゃん。耐えれるってなんか言いたくなるね。耐えれる連呼するのに耐えられるか。耐えれるよし。よし。しっかり集中してくれよ。集中してるよ。もう警察。めちゃくちゃ集中してるよ俺。どう見ても墓場だね。こっからはカルロスですね。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もバイオハザード RE3 続きからやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇の中